さすがは半蔵殿。三船、なぜお前が忍びにつく。時代遅れの侍を貫き通してきたお前らしくもないな。もはや忠を尽くす主なき侍が忍びに組するとは、それでも侍か。忍びに組したわけではない。我らが忠を尽くすのは遥か昔より同じ。ただ一つ、和でござる。和だと？和に忠を尽くし、己の信念のもと動く。何を言うかと思えば、和だ忠だ、そんなものに考えを縛られているほど愚かなことはない。結局のところどちらが残るか、それが重要。勝った方が己の正しきを証明できる。勝ち負けで判断することに意味はない。大切なのは意志、己が内に秘める信念。いくらでも吠えるがいい。この先10年100年と話そうとも、わしと貴様の意見が交わることはない。正しきは一つ、己が抱きし心のみ。ならば今ここにお見せしよう、三船が内にある心、信念の強さを。戦闘開始。許せ。時代遅れの侍、わしに恐怖しろ。そしておののけ、裏打ち不要。我が信念は折れることはない。突き荒らして生食らった方が、その目で確かめるといい。ここまでわしの動きを見切れた。やるな。貴殿とはかつて戦ったことがある。その時の経験があるからこそ。かつてのわしを相手に生き残った者、それが三船、お前だったか。行くぞ。どこだ、もし忠実に決め込んだ三好の悪い槍を。貴殿は何も見えていない、何も気づいていない。だから拙者にやれ。差は切迫。わしの負けか。わしの信念を捨てぬこと、それはかつて貴殿にもあった確かな心。それをなくしてしまった貴殿に拙者を斬ることはできぬ。信念、心か。かつてのわしも持ち合わせていたもの、今のわしには持ち合わせぬもの。
そしてお前が常に抱いているもの、それがこの勝負を分けたか。見事